名古屋市図書館名古屋市畜佐図書館名古屋市畜佐図書館は名古屋市畜佐区田代町にある名古屋市図書館の分館。1967年4月12日、田代町亀入り108番地の新池埋め立て地を予定地に設計及び施行を名古屋市建築局に依頼する。11月2日には田代町あざ亀入り1番地の137に敷地を変更する。 1968年10月7日、当時の区政協力委員協議会議長の古川、ためサブローから50万円相当のビデオ装置、一式が寄贈される。1968年10月9日、市内9番目の図書館として、開館式を行った。開館当初の特色としては、婦人向けのコスモスコーナーが設置されたことと、寄贈されたビデオ装置を据えて、 録画した教養番組や行事の様子をビデオで提供する視聴確室を設けたことである。どちらも後に終了している。北側を愛知県道60号名古屋長久手線が通り、また名古屋高速2号東山線が南側を通過する構想があったため、防音のため窓が小さいか窓がない状態で作られた。当館は開館以来、児童、高校生、 一般に分けて貸し出し利用券を発行し、主にスリップ方式を採用してきた。特に児童向け貸し出しに関しては開館以来様々な取り組みを行ってきた。開館翌年には変形ブラウン方式ともいえる方式を採用したという。また、1973年にはフォトチャージング方式を採用。利用者には貸し出し手続きが勘弁になったと歓迎されたとされる。 ただしこれもフィルム代や現像料などのコストがかかることから廃止され、1976年には元のスリップ方式に戻さざるを得なかったという。当館が周囲に住宅地のない場所にあることから区内各地を循環し利用者を運ぶライブラリーバスが1970年6月から運行された。これは名古屋上等ライオンズクラブが大型バスをチャーターし、 国内各地の小学校と図書館を往復するものであった。これは同年7月まで行われた。夏休みになり、名古屋東山ライオンズクラブの協力により、母とこのライブラリーバスと銘打って継続して実施された。この二つの取り組みを発展させ、東急シャチバスの協賛も加え、同年度の間続けられることとなった。翌年には利用者を組に一般に広げ、 3世帯を維持、グループとする会員制による運行に変更して行われたが、運行経費を全て外部に依存していることから、同年11月26日をもって終了することとなった。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ありがとうございます。